KH-59MK2KH-59 オーボとは、ソ連のラドゥが設計局で開発された空対地空対艦ミサイルである。類別的には長射程 TB ミサイルである。相性のオーボとは、ロシア語でアブのことである。北、大西洋条約機構の用いた、NATO コードネームでは AS、AS-13 キングボルトと呼ばれた。発展型として、 KH-59M オーボと M があるが、これは KH-59 オーボとの動力部を固体ロケットからターボジェットに換装して射程を延伸したものである。米国のスラムに射程は及ばないが、機能は非常に似ている。こちらには AS-18 カズーというナト o コードネームが割り当てられた。なお、ロシア語の のラテン文字転写上の都合で CH-59 や H-59 などと紹介されることもある。ただし、それらはそれぞれ -59 や -59 と混同される恐れがあるので、このページでは混同の恐れの少ない KH-59 に統一することとする。KH-59 の開発はスラムより古く1970年代には、 始まっていたと言われ、1987年に個体ロケット型の KH-59 オーボとの配備が開始された。KH-59 は1991年のドバイの兵器見本市で輸出型が公開された。1980年代中盤には射程延伸版となる KH-59M オーボと M の開発が始まり、 アメリカ空軍へのスラム配備開始の5年前の1994年に実戦配備が開始された。前身の KH-59 自体が基本的に射程 20km の大弾頭ミサイル KH-27 の射程の延伸版として計画され、320kg 弾頭と誘導部と中高 TBC カーが KH-29T から流用された。 直径は KH-29、KH-59 KH で共通な頭体、推進部、高度計、画像、指令伝送データリンクは新規開発のようである。この TB シーカーは画像認識機能を持っているようで、コックピット内のパイロットが12度、X16 度の視野を持つ t v 画像シーカーにより目標を選定するようになっており、 TBC カーシアはさらに2.1度、X2.8 度のズームアップも可能とのこと。発射された KH-59、KHM59M は INS と高度計で、陸上は高度100メートル、海上は高度7メートルで飛行し、KH-59 のセップは2から3メートル、KH-59M のセップは5から7メートル以内に収まっている。 一般感染台の RCS なら、探知距離 25km のアプックス 59R、シーカー付けバージョンの KH-59MK もあるという。なお、最近は KH-59M の TB、シーカーは、KH-29D から流用した熱赤外線カメラに換装され、夜間悪天候での運用性が向上しているという情報もある。 データリンク装置は、新規開発で、スマイナス17、22、ミグマイナス27、スマイナス 24M、スマイナス25、スマイナス27、32アプックマイナス9データリンクポッドを搭載して運用する。スマイナス27、324発まで搭載可能である。中国には、スマイナス 30MKK 輸入とともに、供与開始されたという。 JH-7 は KH-27 の運用能力があるのは確実だが、KH-59 は2本傾向できるという説と運用できないという説がある。射程は、KH-29 が 20km、KH-59 で 40km、KH-59M で 110km である。ありがとうございます。